ご視聴ありがとうございます。アグニドケンです。よろしくお願いします。おはい、よろしくお願いします。うんちくんです。うんちくん、今日はどんな動画撮るんだ？今日はなぁ、ムイドンさんっていうショップさんからなぁ、すげぇ綺麗なクワガタが届いたから、開封していくっていう動画撮るんだ。おぉ、ムイドンさん、そうそうそう。ムイドンさんの、ショップから、綺麗なクワガタをね、購入させていただいたんですよ。なので、それを今から、開封していくっていう動画ですよね。はい。おならで返事してくれてます。はい。じゃあ早速ね、やっていきますか。いきますか、うんちくん。それでは、開封動画、やるぞ！どうぞ。はーい、では開封していきまーす。午前中着で、ちゃんと午前中に届いてましたね。午前中の早い時間帯に届いてましたね。オープンザワールドウィザー。おお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 こちらですね。ははー、いるいるいる。うわ、超き、え、超綺麗。え、マジかよ。すげえ綺麗じゃん。え、ちょっと待ってよ。これの前に。あははははは。いや、すげえ嬉しいな。あ、これ、あ、これさ、イベントの時にティーダくんがさ、ベンチに忘れて、なんかすごい悔しがってたんですよ。このおもちゃ、ボンボンの中にね、これエルファスで、コーカサスか。すげえ、二つおまけしてくれてる。ありがたい。後で渡していきます。シコですね。これもね、なんか美味しそうに食べてましたね。チャートティーダ、チャートティーダ投げます。まあ嬉しいな。マジか。あ、これは嬉しい。これは自分が嬉しい。ゼリーですね。うわ、しかこんなにいっぱい、マジかよ。めっちゃいっぱい入ってる。いやー、ありがとうございます。ムイドンさん、ハマちゃんかな。ハマちゃん、ありがとうございます。で、ちゃんと凍ったペットボトルもね、入れてくれてたんですけど。全然大丈夫でした。うわ、嬉しいな。マジありがたい。ありがとうございます。ではね、早速生態の方を見ていきましょうか。はい、よいしょ。はい、では生態はこちらの方で見ていきます。今回購入させていただいたのはですね、メタリフェルホソアカクワガタのなんとパープル、しかもホワイトアイ、そうでかいね、ホワイトアイ、かっこいい、このメタリックなね体に。そして紫色。それから、ちょこんと、ホワイトが入っている。素晴らしいクワガタではないでしょうか。めっちゃかっけえ。すげえ、美しい。めっちゃ元気に届いてます。で、7月、羽化しているので、もうすぐブリードできますね。ちょっとブリード頑張ります。超綺麗。めっちゃパープルってる。
で、ね、価格もね、すごくあのリーズナブルでしたね。安かったです。で、ムイドンさんのホームページ、下の方にね、あの貼らさせていただきますので、もしよろしければ、見に行ってみてください。結構お安いですよ。はい、めっちゃ元気。下手メスも見てみようね。ちょっとこっち待ってて。こっち待っててね。待っててね、こっちで。待ってて、待ってて。待て。待てよ。それこちらですね、メスちゃんが。かわいい。メスちゃんもホワイトアイですね。ホワイトアイとホワイトアイなんでね。次世代も楽しみです。うん、綺麗な。ホワイトですね。雪みたい。いや、嬉しい。ムイドンさんがね、愛情を込めて、飼育してくれた、ペレメタですね。メタルフェル捕獲クワガタ。はい、自分も、大事に、レーダーしていきたいと思います。しかも、ケース付きっていうのも嬉しいですね。そのままこれで管理できますね。はい、よかった。あ、そうだそうだ。ゼリーもあげよう。あ、一応ゼリー入ってますね。一応ゼリーも入れてくれてますね。ほら。新しいゼリー入ってる。全部食べてからにしよう。あ、よかった。かわいい。めっちゃかわいいよ。おちょちょ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 ちょって出てる。このね、独特の動きが何とも言えないですよね。はい。では、戻ります。はい、ということですね、いかがだったでしょうか？すごく綺麗でしたね、うんちくん。どうでしたか？ん？綺麗だった？本当に。よかった。で、あのね、あの、おもちゃじゃない、お菓子とね、ボンボン、スーパーボールはね、チャートティーダーにあげたいと思います。僕も欲しいなぁ。でもね、うんちくんのはない、入ってなかった。二つずつしか入ってなかったからね。今回は我慢ですね。残念。はい、ということですね。ムイドさんから、素敵な虫、昆虫、ペレ、メタ、メタルフェル、細赤クワガタが届きましたっていう動画でした。ムイドさん、ありがとうございました。で、ね、あの、先ほどもあ、言いましたけど、あの、ムイドさんのホームページ、下の方に、概要欄の方にね、あの、貼らさせていただいてますので、もしよろしければ、遊びに行ってみてください。はい。なんか言いたいことある？ない？はい、うんちくんですね。よろしくお願いします。これね、あの、藤子の店長さんからいただきました。うん、怒ってんの？怒ってるのかな？怒ってる？怒ってる？はい、ちょっとついでにね、あの、掘り出し、何とかやっていきます。で、先ほど、メタルフェル細赤クワガタ。やったんで、こちらの、メタルフェル補佐クワガタもやっていきたいと思います。ペルメタ。これも一応紫系の、こうですね。で、禁止で入れたんですけど、全然食べてくれなくて、サナギになって、浮かしてました。で、一応メスだと思います。よし、つまずいててね。よし。いた。かわいいね。ちっちゃいね。めっちゃちっちゃい。だからこんなもんか。メスは全くわかんないですね。パープルなのか。
あ、でも裏めっちゃパープル。あ、紫だ。綺麗。ちょっと。はい、よかった。綺麗な子が浮かしてました。で、一応、虹色のプリンカップで飼育した子もちょっと浮かしてるので、プリ出します。あ、プリ出た。メスですね。プリ出た虹色クワガタ。うん、綺麗綺麗。完品ですね。まだちょっと浮かしたてな感じ。で、最後の子も虹色クワガタですね。これも禁止に入れて、サナギになっちゃいました。全然食べてないです。あ、綺麗、これも。グリーン系だけど、なんか普通のノーマルっぽいですね。グリーングリーンしてない。でも綺麗。美しいですね。はい。ということで以上です。では。